高崎白衣大観音に参拝しました。ここは群馬県高崎市野付町、国道17号線から10分ほど入った場所にあります。観音像は高さ 41.8 メートル、高崎市の中心部から見えるシンボル的存在です。急層になった内部に入ることができます。最上階は観音様の肩の部分、高崎市を一望で妙義山や榛名山、東京方面も見えます。慈眼院の本堂である高崎千体観音堂にも参拝しました。関東88箇所霊場の第一番札所になっています。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は高崎市の観音山公園にやってきました。あそこに巨大観音が立っております。でここをずっと綺麗な公園になってて、駐車場とっても広いですね。50台ぐらい止められそうな駐車場が整備されております。ではまずトイレをお借りして歩いていこうと思います。案内看板で、現在どこですか？そこですね。でずっと上がって、だからここにも駐車場があるから、あそこにね、ここに、うん、ここがおったから公園を取材して、はい、車でここに行けばいいんじゃないですか？あ、なるほど。はい、もうこれ暑いです。暑いしね、ちょっと今日は大変なので、あでも全然違うやん、この駐車場と大観音と。え、大観音どこにあるの？そこ左。あ、そうだね、うん、そうだね。あれ、こっちに見えるの観音山頂だよ。これは山頂駐車場だよ。そうか、うん、ちょっと待って、今ここでしょ。いろんな遊具があって、あのミストが出てるので熱中症対策もされているようです。まあ、ぼつぼつ来られてる方いますね。観音様まで歩いて15分くらいです。なんとここに重箱がありました。隈研吾さんが考案した移動式の。ずっと公園を歩いてきまして、
で、これを上がったところが大観音です。階段、さらに階段が続いていました。ギョエ上がってきました。これでもう終わりかな。茶店がありますね。うどんそば、閉まってますね。開いてる。開いてるわ。どれでも100円。こういうの嬉しいね。ラムネ冷えてます。ありがとう。こちらお土産物屋さんですね。招き猫とか売ってます。これ下ったところにね、洞窟観音があったんですよね、途中に。これも行ってみたいなと思ってます。まあ大変なんで車で行こうかとオーバーと悪だくみをしておりました。ここに駐車場ありましたね。これがお店で買い物をしたらという、あ、有料駐車場、うん、なるほど、はあ、はい、井上この方がこれ建てたんですろうね。いや、でかいわ。こちらがお寺ですね。はい、うわ、大迫力ですわ。肩のところまで上がれるっていうふうに聞いてます。いくらですかね。はい、あ、猿滑りがめちゃ綺麗。はい、はい、体内入り口ここですね。はい、建立の主意書昭和9年、はあ、ということで体内拝観料300円でした。これやっぱり正面から見ないとね、正面から見ないとね。はい、300円でした。300円でした。あ、綺麗に見えるじゃない、高崎市内。ちょっとでも木が多い。ああ、まあでも山頂まで行かなくてもおじいとおばあには十分じゃないですか。渋川沼田方面です。はい、では今から胎内くぐり行こうと思います。登録有形文化財昭和11年井上安三郎王によって建立される。高さ 41.8m で当時は東洋一と言われた。はい、はい、拝観料300円でした。スイカ使えました。で、撮影も OK ということでした。嬉しい。あ、これは出口ですね。
ありますね。はい、各フロアにこうやって仏様が納められているんですね。閻魔大王だわ。はい、順番にこうやって階段を上がっていく。はあ、これは作っている時の絵ですかね。なんかそんな感じですね。岸持ち。各所にこういうちっちゃい窓があります。不動明、愛禅明。まだかな。はい、最上階9階到着です。観音様の肩の部分だそうです。はい、いい一望。はい、はい、こんな感じですね。ビル群がよく見えますね。え、何が見えるって？妙義山が見えますか？うん、あ、そうですね。あのギザギザは妙義山っぽいですね。暑い。そうするとこっちが春名さんかな。あ、そうですね。あの登った春名富士があれだね。馬頭館の白衣館の釈迦如来。こっちが東京方面。はい、こちら東京方面だそうです。ちょっと今日はもやってスカイツリーとか分かんないですね。はい、こんな感じでした。いや疲れた、汗びっしょりです。では下ります。降りてきました。いや大変だった。あの気温計があったんで見たら28度ぐらいでしたね。意外と涼しかったんですが、やっぱり9階まで登ると大変でした。お水。はい、どうぞ。ああ、またこの日向を帰らなきゃいけないですね。はい、縁結び高音堂ご本尊召喚ゼロン菩薩だそうです。あ、金ピカ。ここに由緒書きがありますね。縁結び祈願。はい、うわ、ミストが、はい、出てますね。で、この太鼓橋を渡ったところが本堂ですね。これが太子堂ですね。はい、ここのデジタルサイネージがあって、気温が出るかな。あ、主要ニュースでした。では下山します。はい、観音様さようなら、見守っていてください。そこにバス停がありますね。バスでここまで来られるようです。この茶店は閉まってますね。で、そこが駐車場ですか？え？ないの？あ、駐車場ないのね。山頂駐車場こっちって書いてるね。あ、だからこの辺りにはなくて、その山頂公園の方にあるわけですね。ここに地図があるので、現在地があそこで、あ、ちょっと先ですね。もうちょっと先に駐車場があると。参道100メートル、ずっとお土産物屋さんや茶店が並んだ綺麗な参道ですね。ずっと参道
歩いてきまして公園がありましたのでちょっと行ってみます。観光センターっていうなんか展望所があるね。あ、すご、うん、とっても広い駐車場ありますね。でもこれ有料みたいよ、あそこゲートあるから。はい、ここから高崎市内が一望ですね。あのさっきの観音様の肩のところから窓がちっちゃいのであんまり見えなかったんですが、ここは大展望です。はい、高崎の地図もあって、観音山観光センター、駐車場は440円でした。展望室行ってみます。はい、こんな感じでした。冷房効いてていいわ。ずっと下りの車道歩きです。駐車場まで戻ってきました。ここまでで52分、 2.77 キロ、累積標高差 96メートルでした。うわ、登ったね。はい、この暑さの、駐車料金440円だったので、まあ、普通の方は車で行くことをお勧めします。我々みたいに歩きたい人は、まあ、行ってもいいかなという感じでした。はい、あそこまで上がりました。100メートルでした。遠かったわ。